石塚武雄は、東京都出身のラグビー選手、指導者。現役時代のポジションはフランカー。国学院久我山高校3年でラグビーを始める。早稲田大学ラグビー集級部では4年次で首相を務め、1974年の関東大学対抗戦、大学選手権の2冠に導く。同年、日本代表に初選出され、ニュージーランド遠征に参加。 ニュージーランド学生代表戦で代表試合デビューを果たす。卒業後の1975年、理工に入社。代表では1980年以降首相を務め、1983年まで積み上げた28キャップは、1989年に林俊之に破られるまで最多記録であった。現役時代は身長170センチ。 体重75キロと、フランカーとしては小柄ながら、果敢にタックルに向かう姿から、タックルマンの愛称で親しまれた。1975年9月24日の、ウェールズ戦は82-6で、日本代表の大敗に終わったが、後半20分で、JJ ウィリアムズをタックルで止めたそのプレーは、歴史的な場面として言い伝えられている。その後は、 伊勢丹ラグビー部に移籍し、引退後は同チームの監督に就任。チームを東日本リーグ昇格に導き、吉田吉人らをスカウト後、全国社会人大会ベスト8を経験する。また、母校である壮大の監督を2年間務めた。2001年から2006年まで日本協会の普及育成担当を務める間には、 U19 日本代表団長県監督も兼務した。また、オーストラリアラグビー協会公認コーチ資格レベル1、取得、オーストラリアコーチ資格レベル2を取得した。2006年、上層学院高校ラグビー部の監督に就任。2009年8月6日、前日まで、長野県菅平高原で、コーチ合宿に参加していたが、突然死傷公軍により死去。 去年57、ありがとうございます。